はい、緊急収録、ザ・ノイジーズ。よ、よろしくお願いします。はい。ワンピース。あ、しようか。えいしょっと。私たちの予想がバカ当たり。吹き替え版のキャスト、や決定しばい。ました。おめでとうございます。ワンピースでーす。ワンピースチャンネルでしょ、もいやー、すごいね。ひねりがなかったね。う。いやー、もう俺はもう真剣佑君だけご自分でやるのかなと思ってたら、まんま行きましたね、俺もまあ、ね。日本ね、だから、真剣佑君というよりやっぱ海外のキャストっていうポジションだったんだよ、今回ね。あくまでもね。いやー、すごいね。田中さんだけはちょっとこれ癖があるキャラクターだから、まあ、登板するだろうと思ったけど、いやー、ここまで割り切ったね、本当に。オリジナルキャストで、まあまあ、でも普通に考えりゃ当然ちゃ当然なんですけどね、多分まあね。ね。いやー、まあまあ、多分ね、またちょっと申し訳ないけど、ビバップの時みたいに、オリジナルキャストが声を当てるんだけど、多分もう映画の吹き替えに近いトーンにはすると思うんだけどね。いや、だって、それは声優さんですからね、アそうニそうメ、そう。まあでも、あとあれでしょうね。ほら、吹き替えのスタッフ、演出家の方が、まんまやってくれっていうか、まあ、もうビバップ顕著でしたけど、こっちに合わせてくれっていう、なんていうんですか、演出するかどうかなビ話バッなんプじゃはないですね、かね、そこはあね。れ、みんなさ、もちろんね、スパイクの声なんだけど、完全にもう映画の吹き替えのトーンでやってるから、あれを見るもうだっと、てあの映像に合わせて、そうそうしかそう。もあの、え、何でしたっけ、チョンチョンチョンじゃなくて、あの方、演じるスパイクの役をやってましたからね。そう。い山や、寺さんあれも、は林ね、村さそう。んも、みんなね。キャストがうますぎて、これだったら別の人でよかったんじゃないかってのが俺の結論なんだけどね。ここまで、あれ、同じ声なんだけど違う感じでしっかり住み分けしちゃってるから、みんなさ、え、これじゃあ別の人でよかったんじゃないの？みたいなね。アキラが言う、だから、如実にあれだと、スパイクに見えねえじゃんかって話なんですよね。そう、だだけからね。ど、そのあ通くりやっまてでもうらっ、まくあって。そう、完全に山寺さんの声なんだけど、違うなっていう感じの、ね、感じにやったから。けど、ワンあピーとスは、も音響監督さん同じなのかな、これ、アニメと。う、同じだったらやばいよでね。も、どうなんですか？やっぱ、ワンピースの方に頼んでんじゃないですか？ 多分でね。すけど。もうだけど、ここまで来たら、もうそこまでやった方がいいよね。もうスタッフの方も同じ人でやってもらった方がね。そうですね。まるっきり同じ座組で。だって多分ですけど、まあ予告編に出てくる、コビーとか、アルビダとか、まあ初期にで、あ、まあバギーね。まああれですよ。千葉さんですよ、多分。千葉さんがやると思うんですけど、予告編に出てきてる割役この含めままてでいでくすとよ。ね、もうここまで来て、メインでちょっと記憶に残るキャラクター別の人をやらせられないよね、悪役とあってね。だって、あれですよ。だってそれこそ第1話でしょうけど、多分池田秀一さんがね、赤髪のシャンクスってもう重要なキャラクター。で、今予告っていうか、まあイベントでやった田中真弓さんに彼が会いに来るってやつで言ってたセリフはもう池田秀一さんが麦わら帽子お前改造工になったら返しに来いよっていう有名なセリフ、第1話のセリフをそのまんま今田中真弓さんが言ってて、それに興奮する真剣佑君っつってやってましたからね、なんか本当にね。真剣佑推しの俺としては、まあ、ちょっとどうなのかなって思うけどね、そのポジションで扱うのが、ファン扱いかよみたいな感じがちょっと俺はするんだけど、まあしょういがや、ないまあ、ね。だから、まあね、それだけもうあまあ、れ、好きだって、いろんなインタビューで答えてますからね、あそうやってと、ね、こやっんだけぱ、すごい作品だよってね。俺の中で彼は伝説作ったんだけど、世の中的には失敗作に出た俳優さんとなっちゃってるから、ね、今ね。もうね、パキさん、言っていいですか？セイントセイヤ、デジタル配信モード始まったじゃないですか。見たの？もうね、見てないけど、もう、真剣佑は振り返らないんですよ。鋼の錬金術師も振り返らないんですよ。もう過去、今ですよ。Now ですよ。いや、だけ Now。ど、
彼自身は俺それでいいと思うんだけど、やっぱね、もうエヴァ、うん、もう、なんか見てる人がそういうこと貼るじゃん、ペタって言って。それはもう、それはもう俺たちみたいなクソじじいとかクソババだけなんですよ、それぐち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 言うのはもう。まあ、あとね、もう、今日ツイッターの障害でみんなツイッターに入らないでぐちぐちって、あれと一緒一緒一緒。いやね、ちょっとやっぱ自他ともに認めるレジェンドをちょっと彼にはちょっと打ち立ててほしいんだよね。やっぱそうなると、いやまあ、やっぱちょっとやっぱ格が、で今回も彼だけは、マッケンユー君ってありえたくじゃないの、それはなんか、うん、ね、メガヒットみたいなことをやってれば、うん、そこがね、まあ、オリジナルキャストが全部引っ越してくるとなると、その役だけ別のマッケンユー君でも、それもちょっとなんか難しいと思うんだけど、まあ、ちょっとね、まあね、いや、もうあんまり、ひねるのはもうダメだね。こうやって見てると。だみんながまず、だから、大ちゃんがまたこれでね、ぶつぶつなんかちょっと腹が立つかもしれないけど、もうみんなが望んでるものをそのままやるべしってことなんだからね。そう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 。もう漫画をアニメにするときも原作通りにやる。だからもう声のキャストも吹き替え版作るんだけど、それも全部アニメからそのまま引っ張ってくるってことなんだよね。まあ今一緒にね、これの横、ワンピースのこれの発表と一緒に上がった、うん、まあ浦沢直樹さんの手塚治虫の原作プルートってアニメも上がりましたけど、あれもう予告編見る限りじゃほぼ漫画のまんまですからね。うん、俺、あれ好きだから前回持ってるし、うん、だからまあ映像化して、あれ舞台版っていうのもあるんですよ。ブルーレイで森山未来君がやってる舞台版っていうのもあるから、うん、まああれですけど、まあそのまんまですよ、もう予告編見る限りは、まあね、漫画そのまんまやってますよ、うん、漫画そのまんまやってますよね。だからああいうことなんでしょうね、多分ね。だからその漫画そのまんまにやっていかにクオリティ上げるかってとこなんじゃないですか、もう今の人に受けようと思うと、うん、動きが、まあ、原則通りで動きをどう気持ちよくさせてくれるかっていうことなんだろうね。そう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 、漫画にそれはできないからね、それはまあちょっと、うん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 、頭の中ではもちろんそういう作業はしてると思う。だからそこが多分追いついて、まあ、追いついていかないと、まあ、ネットフリックスの獅子類類みたいな、ああいうものに、まあ、特にアニメ化が顕著なのかもしれないですけど。獅子類類じゃないよ。わかんないけど。だってもう見てないでしょ、どうせ。だって、ほんとに。ドクロ島も見てないしね。まあ、ちょっと日本のやつとは関係ないけど。まあ、あれはまあ、カートゥーンの方ですからね。あと、場所に来るもんね。日本の方で作ったやつとかね。あれもね。なんか、パシフィックリムのってやったけど、なんか全然タイムライン上がってこないね、あれもね。いや、もうちょいあれもない。あれも、1話チラッと見たけど、なんかやっぱりカートゥーン乗りですよね。日本のアニメ、人が作ったって割には、まあ、割にはですよね。まあ、オーダーが向こう風ってことはあったと思うんだけど。うん、うん。いやー、しかしすごいね。まじ、実写で、いやもうそろそろなんかドラゴンボールもう一度あるかな、ここまで来るとそこまでニーズがどうなんですか。あでもだったほら、ね、ファンムービーですごい出来のがずっと上げてるでしょ、うん、あドラゴンボールって、まあ、だけどまあすでにやられてるんだけど、言ってみればさ、まあ、教科書はできたってことだよね。実写にするときはこうやった方が、いやいや、まあ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 、再生、みんなが、あ、これがドラゴンボール実写するんだったらこういう感じだよっていうことはできてるってことだよね。ファンの作ってくれたおかげで。みたいですね。だから要はもう本当に忠実に漫画なりアニメをやるっていう。うん、スター・ウォーズだってさ、ね、言ってみればファンムービーのおかげで、なんか今時の人に向けたスター・ウォーズのビジュアルっていうのは方向性もできたところあると思うんだよね。いやもうあれは確実にだって、どういうジャンルでやった方がいいかっていうのはもう、だから要はそのなんていうんですか、こうもう余計なことすんなってことなんじゃないですか。それっぽいのやれやっていう話なんでしょ、スター・ウォーズに関して言うとですよ。マンダロリアン見る限りは、だからなんでわざわざひねるんだよってことなんじゃないですか、ね、やっぱり。あれもそうね。あんまり変なことしてくれるなっていうパターンだよね、スター・ウォーズ。だから、その辺はね、まあ、いろいろあるんでしょうけど、まあ、でも、ワンピースは、
いいんじゃないですか。まんまやるんだったらまんまやるで ね。まあもう、うん、まあキャストっていうか、それもまあいろいろなんかちょっとええっていう声も聞こえてくるけど、まあ、うん、俺ぐらいの知識の人間がするとかなり漫画をちゃんとやってるって感じがちょっとね、俺はするんだけど、うん、見てるとね。いやだって、まあ、上がった予告にだけで言いますけど、あの映像の方ね、うん、映像の方あれではもう別に漫画見てる俺ですら、わあ普通にやったって思いますよ。だってそれは本当に普通に、ね、まあなんかね、うん、そうそうそう、これで、うん、これでアニメのキャストが全部引っ越してくるわけですから、これそうそうそう、あれだよね、もしさ、もしって言っちゃあれだけど、実写版ワンピースも熱狂で迎えられたら、このキャストはダブルで続け始めるってこと、これ。そういうことですね。そういうことですね。だから心配なのは、皆さんご高齢ですから、脱落するったところでご高齢ですから、そうね、そう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 。まあ、だけど、まあ、やっぱ声優の世界って本当にあの、大塚さんのね、あの、本何年か前に書いたじゃないですか。うん、まあ、うんうん、なんか、厳しい世界っぽいから、せめて売れてる人だけでもどんどん仕事最後までねやってもらうって意味でいいのか。そうですね、そうですね、もちろん若手の仕事も起用されていくっていうのはそれもうち大事だと思うんだけど、うん、だからまあまあでもどうなんだろうな、まあだから続くって前提だったら、ほらそれはキャストどんどんねベテラン声優さんみたいな人が増えていくでしょうけど、あと、うん、もうあのすでにいらっしゃらない方ばっかのキャラクターが いたりするから、うん、ね、それはもうしょうがないことだから ね、あれですけど、うん、まあだけどね、だからもう内海健二さん、とりあえずはもう内海健二さんもさ、AI で声を再現することは成功し始めてるじゃん、なんかやるじゃん、なんか、だから本当にこっから先はよくわからない世界になってくるんだ、多分ね、そのキャストで。まあ、ご高齢で引退されたりとか亡くなった方がね、いらっしゃる作品。そう考えると、大塚パパの方ですよ。大塚千佳さんが、いわゆる、まあ、アニメだとゴールドロジャーの声をずっとやられてたんですよね。ナレーションの。それは、やるだろう。だから、そう思ったんです。俺は、もしかしたら、いや、アニメそのまんまぶっこ抜いてやるっていうのもありだと思うんですよ。俺の宝を置いてきた取りに来いって、例の一番決め台詞を、そうそう、決め台詞をそのまんま問題は大塚明夫さんが声がちゃんとできるってことだよね、その声ちゃんと同じの声。明夫さんは明夫さんって別の役があるんですよ、ワンピースの中で。多分ダブルだよ、ダブルキャストでもね、かぶるんで。大塚さん最近気づかないことあるからね、やってるのに声がちゃんと変えてきて、あれなんか大塚さんっぽいけど、あれ似てる人と思ったらちゃんと大塚さんだったことあるからさ、なんか何歳か忘れちゃったけど、もうあの人だから、もう大塚明夫ですっていう声をが一番馴染みがあるからやってるだけだったっていうのが最近ね、うん、本当に、うんうん、まあでなんだろう、やっぱりね、まあ、若本さんもそうですけど、あの年代の方たちがもうことごとくいらっしゃらないじゃないですか今、うん、現場に特にね、だからまあ言ってみりゃ、あのワンピースだけに限定しますけど、あ、そのおじいとかおっさんたちはほぼほぼあの年代の方のベテラン声優さんが当ててたわけですよ。出てくるそのなんか大海賊みたいなポジションにいる人たちを。それがもう言ってみれば、逆に言うとだから何、大塚さんとか、まあ、堀内健雄さんとか、あれぐらいの年代、まあ、井上和彦さんとかもそうですけど、うん、年代的にもう、今、60代全般とかの方ぐらいしかいなくなっちゃったじゃないですか、ね、本当に現場の方に。うんうん、いや、それでもいらっしゃ、それよりご高齢の方でいらっしゃる方いるけど、だけど、俺たちが思う悪役のおじさんたちがことごとくもういらっしゃらないから、まあまあそれはね、だからそれは、うん、それはまあ別に今の子たちがね、それを気にするかどうかなんか多分全然気にしないと思うけど、ただ、うん、やっぱね、そのいざ外語の吹き替えって形になるとアニメと違ってね、うん、外語の吹き替えになると、これはね本当にね、ないものねだりなんですけど、やっぱ俳優さんと一緒で、なんだよって、なんか俳優さん出てねえじゃねえかよみたいに思う嫌な俺たちね、おじさんね、ヤクザじゃねえじゃん、こいつら、とかって、っていう感じとかね。いや、俺、この前、なんだっけ、なんかの映画で見てたら、うわ、
ベテラン声優さんが顔出しで出てんじゃんつって、いやもう政治悪い政治家ってもう他にいねえのか 役者さんでって思う、誰だっけ、誰か出てらっしゃったんですよ、あ、声これ、え、この人、顔出しでも出るんだとかって思って。まあ、まあ、知らないうち昔は出たりするんだけどね、声優さん。そうそう、俳優さんとしてね。まあ、あと逆に声優さんのやっぱ知名度が上がってきてるから、そこで喜ぶ、じゃあやってくださいってもあると思うんだけど、昔と違ってね。うん。うん。ただもう、ああ、そこら辺はね、日本映画見てると、本当に、その悪役っつって出てくる役者さんが、あとは特に年配の方ね、年配の方が、うん、いやもう本当にだから俺たちの知ってる人ことごとくいないんだなっつって思って、いやそこがちょっと寂しくなるところあるけど、ただまあ、今回のワンピースのこれはね、もうみんなが求めてるものだから、ファンが言ってみたいに、そろそろさ、なんかね、鈴木宗男さんとか、うん、そこら辺を芸能界は悪役としてキャスティングするべきだと思うよ、本当に。だからそれをやるのは一人だけで、誰もあれを認めてないでしょ。実際どういうことされるかわかんない、あの、あくまでも見た目的な印象だけですよ、映画の世界ですから。なんか実際にいるじゃないですか、あのすごい立派なあの建物の中にいっぱいそういうことできそうな人たちが、そこら辺の人たちキャスティングした方がいいんじゃない、演技できる人いるでしょ多分。なんかすごい、いやそりゃそうでしょ、だって言葉でやっぱみんなをこうやってやっぱ動かす仕事じゃないですか、政治家っていうのは。あれもうあの時代劇俳優のあの3人だからなった方も議員さんじゃないんでしたっけ、いたじゃないですか、え、時代劇の俳優さんで、あの元仕事人のあの人、違う、あ、そっか、清もそうか、清もそうか、そんな、違う、あの人じゃない、あの人じゃない。あの人議員になって、俺があの町選挙中に歩いたらあれだからね、必殺仕事人のって選挙カー貸したから、ビアで、イラストがこうやって、でも、持ってるイラストですが。いや、俺だったら即あの、脱税議員とかで、あの、中条さんにオファーしますけどね、多分ね。そうか、中条さんもそうか、使えんのか。今ね。ねすごい、もう。まあでもまあ、まあそこら辺はね、まあだから今、あだからまあ俺ぐらいかちょっと上ぐらいのベテラン声優さんが、まあこれから5年、10年ぐらいかもっとさらに貫禄つけて、そういう俺たちが見た時の時代がまた戻ってくるんだろうけどね。多分なんか一個すっぽり抜けちゃったんだろうね。あんまりにも先人たちが偉大すぎて。そうですね。うん。いや、あとやっぱり、本当にその、なんていうんですか、声優さんとしてやられてた方の数があんまりにもやっぱ、ここ、まあ、いなかったんじゃないですか、あの年代特に。だってやっぱ限られてたんだろうし。そうだからすごい良かったんでしょ、昔の声優さんのお仕事って。ある程度上で、うん、あ、もしかすると、そういう階段登れれば結構いい生活ができたみたいな。うん、うん、うん。まあだから、まあ今ね、あとまあ、あの、ワンピースは、どうなんだろう。あとみんなが求めてる感じって、やっぱこれだけ、プロモーションで押してるじゃないですか。あんだけメンバーみんな揃えて、ね、まあ、どこかいろんな国行ってね、うんうん、イベント出て。だから、お金はめちゃくちゃ多分宣伝費でかけてんじゃないですか。いやすごいよね。ってことは。多分、だから、やっぱり、カーボイビバップきつかったんですかね、あれがかなり。あんなことはもう、二度と繰り返すまいっていう誓いを歌ったと思う。なんとなくそんな気はしますけどね、そのアニメの原作、まあ、アニメないし、原作ものやるときにこけらんないっていう、あのやり方はだってもう、だって今の、その、なんで、プロモーションの感じからするともう映画並みにお金かけてるでしょ、多分、いろんな国行ってる。日本なんてさ、外国からだなと興行収入上がってこないから、もうつまはじきみたいになってること、うんうん、それでもすごい、うんうん、一義のやつぐらいの感じするもんね。まあもちろん日本は持ち来るけど、うんうん、まあもう海外もあれだけ行ってるってのはね。いや、すごいと思うよ、これ。まあ報道に上がんないけど、今回のあの YouTube で上がってる Netflix のあれで、彼が来てるってことは多分日本でもなんかやってるでしょ多分ですけど。うん、なんかしらの映像撮ってるでしょ多分ですけど。だから、あ、日本まああとはその、8月の公開近づいて、もう1ヶ月だから近づいた時に、まああのキャストが日本に
まあ、来るんじゃないですか、一応、多分ですけど。うん、プレミアみたいな。さすがにね。まあ、日本は多分、うん、もう、もうワンピースは知らない人いないっていうことだから、まあ、多分、うんうん、どっちかっていうと海外なんだろうね。日本は、最後に海外に向けてオリジナルキャストもやって、これだけ本気ですっていうことを、ネットで流すために最後にプロモーションかもしれないね。うん、あとは、まあ、小田先生は、多分顔出しされないでしょうから、うん、多分ですよ。うん、今回に限ってはわかんないですけど、うん、だけど、あ、まあ、顔出しされないでしょうからね、いくらプロモーションでも多分ですよ。よほどご本人が、この何話か見て、うん、これはすごいって思わない限りは動かないと思う。うん、ちょっと、スコーンって大ごけする可能性もゼロじゃないからね、こういうのって。まあまあ、そう。その時に、ね、先生ができて、なんかもう最高ですって言っちゃったって、それやっちゃったら、ちょっとね、大ごとになっちゃうからさ。うん、やっぱドラゴンボールの実写の時みたいに、うん、うん、まあ、これはこれでありじゃないですか、みたいなところのスタンスが。まあ、あれが一番無難な答えですからね、そう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 。僕のとは違うけどっていうのが一番無難ですからね。これがもうさ、成功して、うわーってなったら、いや、いよいよもう、ドラゴンボール雪辱戦ですよ、まあ、次は。あと、ただその時に、問題は、野沢先生のパワーがね、どこまで残ってるかってことですよ、その実写版が動き始めた時に。もうね、だからそう考えると、もう1年があっという間ですよ、そんなこと言ったら。もう1年、もう野沢さんに限って言えば1年があっという間ですよ、本当に。そんなものはもう、だから。いや、怖いね、それ。その見方すると怖いね、ドラゴンボールはね、実写が。いや、もう日本に限って言いますよ。ご苦労の声はもう野沢さん唯一でしょ。もう誰もだって他の声で納得しないでしょ。真似できる芸人はいるけどね。芸人とかいらっしゃいますけど、いらっしゃいますけど、それはね、もう、まあまあ、チョコはちょっと、怖いし、まあ、大変ですよね。もしやるとしたら。やるとしたらですよ。今回のキャストの皆さんも、まあ、ものすごいピチピチに若い方じゃないからね、皆さんね、本当に。うん、メインキャスト。ナミの方が、あれしたっけ、紅の豚のあの女の子でデビューして、紅の豚ってもう何年前ですか。いや、もう何年前デビューっていうか、あの時新人さんでしょ、確か。うん、あの時新人さんでしょ。いや。まあまあ若いだろうね、多分比較的ね。いや、でも40代だと思いますけど、で、上はもう田中さんがもう還暦はとっくに超えられちゃってるでしょ、ね、だってね。もうだから、ドラゴンボールやった時に野沢さんがね、なかなか難しいってなったら、もう田中さんでしょ。言っちゃったよ。だからさ、それで田中さんに変えたところで田中さんだってやばいんだよ。そんなこと言えない。でみんな思ってるでしょ、うん、ドラゴンボールを実写化にして吹き替えで野沢さんがちょっとなかなか難しいと。まあもちろん別の役でちょっとゲストに出るのはできるんだけど、メイン無理だっていう状態の時に誰かって言ったらもういないでしょ他に。いや、だからクリリンがいるからね、ダブルキャストでクリリンと悟空って、それはちょっとないと、まあ、他にだから男声のできる、まあじゃあ少年声のできる、なんですか、女性ベテラン声優さんって。クリリンは、そうね。いや、ほら、まあ、ほら、いるじゃないですか。コナン君が、ね、コナン君がいるでしょ。だから高山さんが、クリリンでいいんじゃないな、それは。シフトすんの。いや、怖いね、こう考えると。なんかもう、国民的な人気のある作品の実写で、アニメのキャスティングがそのままスライドするパターンがこれで大成功したときに、これがスタンダードになる可能性でしょ、見る方からしてるさ。そうですね。怖いね。いや、だって、まあ、ルパンもそうですし、ドラえもんもね、クレヨンしんちゃんとか、ああいうのみんな、サザエさんもそうですけど、やっぱり、
多少のアレルギーがやっぱみんなあるわけじゃないですか。ね、だって本来だったら作ってる人は別にみんな大人になって途中から見なくなるから声優さんなんて変えたってどうでもいいだろうって思ってるだろうけど、やっぱり見た時に声が違うってあれはやっぱり確かにね、うん、もうしょうがない。もう今はもうあの昔のうるさいやつらが言ってたことがもう主流になっちゃったからね、今ね、本当に吹き替えとかキャスティングに関しては、うんうんうん、みんなあのまあちゃんと見てなかったもそうじゃなきゃいけないっていうような感じの流れになっちゃったからね、うん、今ね、昔は本当俺みたいなスタートレックの時になぜこの人キャスティングしてんだよみたいなね、ディープスペース内でキャスティング買ってもう劣化のごとく起こったから、もうなんかなんで変えるんだよって。ああいう気持ち悪い、あの気持ち悪い、ただでさえ気持ち悪いファンしかいないのに、そこにねさらに気持ち悪いのがのっ、あの気持ち悪いことするからああいうふうになるですよ。そりゃそうですよ。だけどもうあれがちょっともうなんだろう、そういうのに固執、魂がねそういうところになんか、こだわりになんか取られてしまった一部の人たちの趣、ね、趣味趣向がもう今もうメジャーだもんね。いや、そのこだわりはね本当に、だ俺は本当そのナレーションのそのゴールドロジャーの声を大塚パパさんの、だから大塚千夫さんのやって演じられてたやつをそのまんま、こうなるとですよ、こんだけみんなオリジナルで固めるんだって、うん、今ごめんなさいね、俺今本当現状ゴールドロジャーの吹き替え、あのなんていうんですか、なあの喋りがもしあのアニメの冒頭に入ってるのを全然知らない、あのやってるかどうかも知らないんで、あの、うん、大塚さん亡くなられてから、うん、だから俺としてはですよ、うん、俺の宝を置いてきたって、あれはもう大塚さんなんですよね、もうあの DVD 買ってた時からずっと、うんうん、だからあれは別に俺引っこ抜いてそのまんまやっちゃっても、うん、思うんですけどね、いいと俺は大塚さんの、あの近尾さんの声で、うん、まあ、もう振り切っちゃったら、うん、いいと思うよそこは、本当にね、うん、もうだけどまあ俺は実写は実写で変えた方がいいと思うけど、まあもうね今もうそういう時代じゃないから、もう受けるんだったらとことんね、うん、そういう方針にしたわけだから今回はもう、うん、みんなが馴染んでるものを極力盛り込むっていうことでね、実写化に関しては、うんうんうん、多分ですけど悪役で立木さんも出てくる、出しちゃるだろうし、まあ、バギー の、 あの千葉さんもそのまんまでやるだろうしって考えるとね、あとまあ、鷹の目の、だね、鷹の目のっていう、鷹の目ってすごい剣豪が出てきて、それ、初期青野さんだったんですよね。うんうんうん、で、途中でやっぱ降板されちゃったから、うん、まああんまり多分青野さんやられてたのさ、20年もぐらい前の話だから多分皆さん覚えてらっしゃ、今の子は多分全然その役がその方がやられて、あの青野さんがやられてたっていうの覚えてない方の方が多いと思うんですけど、うん、今の若い子はね、だからそこはもうあれでしょ、万能派、万能声優ただのさんでしょ。ありえますか。あ、じゃあ今ね、鷹の目はね別の方やられて、あのね、青野さん誰が引き継いだんだっけ？結構別の人だよね。いや、だからなんだっけ、青野さんだから、青野さんの吹き替えを只野さんがやってるやつも結構あるんですよね、だからね、うん、うんうん、だから一概にないことはないかもしれないですけど、あの今はもう現状その別の方がやってらっしゃるから、多分そのもし出てくるんだったらその方がやると思いますけど、うんうん、まあそうだよね、今やってるんだったらそうだよね、うん、そう、今更そこにね田野さんが急にできて、もうだからまあね、本当にいやー面白いね、いつかルパン三世も実写化して、クリカンさんとタナオさん、あのなんだっけ、バーンのオーティスでダブル共演してるんだけど、あれをやってほしいね、偽物ルパンが出てくる回作ってもらってね。いいっすね。どっちがあれ、どっちがルパンだか分かんなくなる。どっちがルパンだか分かんなくなるって、ね。そうそうそう。いやまあちょっといろいろとどうなるか、いよいよ楽しみになってきましたね、これね、ワンピースは。まあ俺は。
そんなに悪くないんじゃないかと、なんかすごくこれ大失敗だろうっていうのも結構ネットで見かけると、まあ、そこまで悪くないんじゃないかと、まあ、あくまでもね、まあ、全然漫画とかには真面目に見てない人間の印象でしかないんだけど、まあ別に俺は横から見て引かなかったんで、うわ、これやばそうみたいな思うの、まあ、あとはもう本当に見てどうかっていう感じだよね、演いや、出がもうね。だって、今日これが上がったってことは、もう、キンキンで予告編に日本キャストの人が当てたやつも上げるんじゃまあ、ないで上げすてか、くるすでしぐょう。にね。だってね。そしたね、ら、そうだと思う。急にみんなの印象変わるかのさまで、ね、これはやばい、いけるんじゃないか、みたいな。どうなのかな 逆パターンもありやっ得るかぱだっなて、ゴムガムラーは、だって、田中さんの声で聞きたいわけでしょ、やっぱりみんなね。だっまあてね。ね、それは。よかったね。逆に野沢さんを起用しなくて、なんかね。で、野沢さんは別の役で出るからいいんですよ。だから 出るからいいんですまあ、すみません、本当にすみません、くだらない雑談でした。はい、ちょっとね、よ。急に言って流れてきてね、これちょっとすぐ大ちゃん撮らなきゃなと思って撮ってみました。はい。まあ、そんな感じでね、ワンピースネタをできる限り追っていくチャンネルになってますんで、何卒よろしくお願いします。ザ・ノイジーズはワンピースチャンネルですか。ワンピースチャンネル。嘘くさい はい。ということでね、頑張ってるチャンネルですので、ぜひね、チャンネル登録とはい。動画の高評価、あとこのチャンネルの新作動画が上がったら通知オンで、何卒よろしくお願いお願いししまます。1700いっす。たと思ったら、あっという間にまた1699になってしまいました。すいません。はい。ではまた次回のワンピースのニュースでお会いしましょう。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございましよろした。くお願いします。コメントもリツイートも待ってます。